こんにちは、目黒区の自律神経救世主、久松です。今回は、歩くときに足の上がりが悪くてつまずく方、そういった方の、足の上がりを良くするための、つまずかないようにするためのトレーニングについてお話しいたします。つまずきやすい方というのは、歩いている時の足の上がりが悪くなってしまうんです。ですから、足を上げる筋肉を、強くしていくことによって足が上がりやすくなり、歩いていてもつまずきづらくなります。もしこれをご覧になっているあなたが、例えば、つまずきやすい、なんか足を引きずって地面に引きずって歩くなというふうに思った時は、この体操をやっていくと足の上がりが変わってきます。どのようにやるかというと、鍛えたいところは腸腰筋という筋肉です。これは背骨の裏側と足の骨盤の方から出て、足では骨盤から出て足の付け根につく筋肉です。大腰筋という筋肉と腸骨筋という筋肉、その2つが合わさって腸腰筋という筋肉になります。それを鍛えていく方法です。ただ単に足を上げるという方法ではなく、足を外に向けた状態、膝を外に向けた状態で足を高く上げていきます。その時に姿勢をしっかり良くする、お腹が丸まらない、背筋を伸ばした状態でやります。背筋を伸ばして膝を外に向けて、そして、この状態でかかとが真上に上がるように、このように、これを左右10回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、終わったら反対です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これ左右10回、もしできる方はこれ左右10回3セット、これ1日1、2回やるようにしてみてください。そうすることにより足の上がりが良くなり、つまずいたりする回数は減っていきます。またもしこれをやっててすごくしんどいなと思ったら、3セットやらなくても1セットだけでもいいです。それ1日1回でも2回でもやるようにしてみてください。その方のね、その筋肉の量とか強さもありますので、一概に必ず10回3つやれというわけではないですけども、できる範囲でやってみるといいです。できなくてもだんだんやってられない回数が増えるようになります。そうなった時にはこの腸腰筋の力がついているということで、その時にはもうつまずきにくくなって足が上がりやすくなっておりますので、ぜひぜひ地道にこの腸腰筋トレーニングをやってみてください。またこれをご覧の方でですね、自律神経の症状やまたその他の症状でお悩みでしたら、私がそんなあなたのお役に立ちます。興味がある方、真剣な方は電話でもメールでも LINE でもご連絡ください。次回はこの腸腰筋のトレーニング、椅子に座ってやるだけではなくて、地面でもできる方法がありますので、それについてご紹介いたします。今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。